どうする家康第19話、お手つきしてどうする。あらすじとネタバレ。2023年5月28日放送予定。三方ヶ原の合戦で勝利した武田信玄は、さらに我が家名を轟かせるため都へ急ぎ、浜松城を攻めずに進んでいた。この地で一旦陣を敷き、年を越してはいかがでしょう。最短の後に三河攻略、そして終わり織田信長を攻めた後、都に登りましょうぞ。そうじゃな、年が明けたら先を急ぐとしよう。まずはおのおの戦の支度を整えよう。武田信玄らは浜松城の先、お坂部のあたりで一旦陣を敷き、年を越したのだった。年が明けた元亀4年、1573年2月、突然武田軍が進路を開港州へと引き返したのだ。それは2月のある朝、信玄は激しく咳き込んでいたのだ。父上、無理はなさらず、このままで都までたどり着けるのか。甲州へ一旦戻り、体制を整えましょうぞ。要は勝頼に神明を預ける後を頼む。そして武田信玄らは信州木曽路を通り、4月には信濃の駒場に陣を止めていた。春陽の朝、無念じゃ。勝頼、我が師を3年隠し、後世に語り継ぎたせ。そして織田との戦に備えよ、よいか。しかと、そう言い残し、4月12日、信玄は言ったのです。武田信玄が死んだとの噂は、瞬く間に各地に広がりました。しかし、家康自身や家臣らは、この方に接して警戒心を持って、動くことを余儀なくされていたのだ。死んだという噂を流しているだけかもしれん。信玄のことじゃ、油断ならんぞ。生きてる信玄の姿を見たという話もいくつかあります。いくつもある方がおかしい、影武者じゃ。信玄は死んだと考えて間違いないと存じます。信玄といえど、病には勝てずか。殿、助かりましたな。敵とはいえ、人の死を喜ぶとは何事か。その死が確かなら、わしは信玄入道の死を悲しむぞ。ただし、この木を生かさない手はない。仰せの通り、信玄入道の死によって新たな戦国大名の台頭が生じ、まさに動乱の時代にあって、不穏な空気が漂い始めたことも事実であるかと。武田に切り取られた領地を取り戻せようぞ。家臣たちは早速動き始めました。そして家臣らがいなくなった後、家康は甲斐の方向を向いて手を合わせたのでした。7月に入り、都の勢力図が大きく変わろうとしていました。信長は攻勢をかけます。裏で武田信玄とつながっていた足利義昭を都から追放するためです。信長との講話を破棄し、反旗を翻して牧島城に立てこもっていた足利義昭は、信長勢により城を落とされ、体を縛られたまま足利義昭は庭に引きずり出されました。刀を抜いた信長は、され、二度と俺の邪魔をするな。都は世の住まいじゃ。世は天下人じゃ。ま、あんたの天下でねえわ。引っ立てていい。7月28日、朝廷が信長の要請に応じ、元気から天正へと改元を行った。足利義昭は京都から追放され、ここに15代続いた足利室町幕府は終焉を迎えたのである。8月、織田信長は北近江から越前に攻め込みを始めます。9月には小谷城を落とし、伊手、浅井長政は自害しました。お市は、3人の子供と共に信長に引き取られました。信長は確実に天下統一に向かっていました。その頃、浜松城の我らが神の君は上機嫌で蒸し風呂に入っていました。エビすくい、エビすくい、口ずさみながら次女に声をかけます。髪を言ってくれんか。入ってきた次女はおまんでした。おう、
おまんであったか。家康はおまんと武田との戦について話をしました。天は見てくださっておるのです。殿の日頃の行いや優しい心だから天は殿を見守るのだと思います。家康もおまんの言葉に悪い気がしません。次第に手足を洗ってくれるおまんに吸い寄せられるように見てしまいます。8月も終わりゆく頃、家康にも動乱の危険が迫る季節でもあった。服部半蔵参上。半蔵か、さあ入れ。家康は声を抑えて話します。どうだった？医者に見てもらいました。おめでとうございます。間違いございません。そうか、まずいことではないよな。はてさて、おまん様は築山殿についておられた事情、そのようなものにお手つきされたとあれば。半蔵、誰にも言うなよ。誰にも。かようなこと誰にも申し上げませぬ。9月になり、家康のもとにも浅井長政が自害したとの知らせが来ます。お市様と姫三人が生きてることが救いよのう。我らも気を抜いて羽織られぬぞ。そう厳しい口調で言う家康。しかしそんな家康に石川数正が聞きます。殿、時に一つご相談が。殿が寂しいご様子ではいけないので、築山殿を浜松に移す話が岡崎から来ていますが。大歓迎な話じゃ。すぐにでも瀬名をここに。家康には後ろめたいことがあったのです。そのことに酒井忠次や石川数正が気がつきます。口止めされていた内容はすでに浜松から岡崎の瀬名たちにも届いていたのです。酒井忠次や石川数正は家康に真意を尋ねます。殿、何があったのか言いましょう。楽になりましょうぞ。酒井忠次や石川数正はそのことをすでに知っているのです。別に大したことではないんじゃが。そう言っておまんに子供ができたことを打ち明けました。信長が敵を蹴散らしているときに。殿は蒸し風呂で一体何をされていたのですか。情けなや、ああ情けなや。直ちに築山殿に申し上げましょうぞ。そして二人からことの詳細が瀬名に伝えられたのです。この話は浜松城でも騒がせていました。やっちまったな、殿。おまんといえばあのおっとりとした。一時期は築山殿のもとにおったそうじゃ。そりゃ本当にまずい話じゃ。下道としかえん。その頃家康は、殿、築山殿が参られましたがいかがいたしましょう。わしゃいないと言ってくれ。そう言って部屋を抜け出すと、なんと瀬名と鉢合わせに。瀬名は開口一番家康を叱りつけます。アホタケ。そう言って家康への説教が始まります。肩を落とす家康を瀬名はコンコンと叱りました。側室を持つなと申しているわけではありません。むしろ殿のお子が増えることは喜ばしいことでございます。されど瀬名の知らぬところとあっては立場がございませぬ。申し訳ない。相手構わず作られたらお家はどうなりますか。信康や亀の立場も危うくなるのです。その通りじゃ。瀬名は家康のことをぶって言います。おまんに会いに行ってきます。わしも一緒に。結構です。女子同士で話してきます。おまんもぶってしまうかもしれませんから。そう言って瀬名はおまんに会いに行きました。瀬名がおまんに会いに行くと、おまんは木に縛られて泣いていました。お方様、まんは大変なことをしてしまいました。気の済むまで折檻してください。殺されても構いません。お願いでございます。お腹の子に罪はなかろう。されどこの子を産めばお家が乱れます。城を出て私が育てるとしても。おまんは泣きながら伝えます。おまん、もうよい。私はそなたを見くびっていたようじゃ。おっとりとしたつつましい女子じゃと思っておった。
何の、何の、これでは。うちの殿などひとたまりもあるまい。その計算高いところは才ある娘のなすこと。見事じゃ。瀬名は、おまんの縄をほどいて続けます。殿から金をふんだんにいただくがよい。その金で、こう立派に育てよう。恥じることはない。それも、女子の生きる道じゃ。瀬名は、おまんの企みをすでに見破っていたのです。恥じてはおりませぬ。男は、欲しいものを手に入れるために戦をします。女子は人を癒して、安らぎを与えて手に入れます。女子の方がよほどいいと思います。性も女子がやればよいのです。男ができぬことをできるでしょう。お方様のような方であれば。瀬名に、おまんの言葉が残りました。瀬名は、家康のもとに戻りました。縁側で家康が外を見ている横に座りました。本当にすまなかった。それだけ、辛く悲しい時をお過ごしだったのでしょう。大変な時期に、おそばで支えせず、申し訳ございませんでした。そなたは、悪くない。こっちに移ってくるんじゃろう。わしのそばで支えてくれんか。ここに戻るのは、もう少し先にいたします。信康と五徳姫は、もう子供ではないと申しておるが、私にはそう見えないのです。いずれは、二人で暮らしましょう。わかった。そこへ。殿、徳川家を取り巻く環境は以前として厳しいですぞ。武田信玄に負けた男として遠江の民に馬鹿にされておりまする。武田軍は、変わらず強い。所領を取り返すことは、非常に困難であることに変わりありませんでした。その頃、武田勝頼は信玄との今生の別れを思い出していました。無念じゃ。少しだけ、時が足らなんだ。父上の思い、この勝頼が成し遂げてみせまする。勝頼の背後には、千代が控えていました。勝頼は、千代に決意を語ります。これより、三河を手に入れる。狙うは岡崎、松平信康。そして、その母、築山との蛇。二人を調略してみせましょう。勝頼は、三河を取るための戦略を巡らせました。どうする家康。